はい、こんにちは、シャスカです。今回はカントをやりたいと思います。テーマ2つですね。なぜカントは経験論や合理論を批判したのかということで、まあ、経験論というのはベーコンをはじめとしたあの経験重視の考え方ですね。まあ、後で詳しくやってもう一回やっていきますけれども、合理論というのはデカルトを中心とした、自分自身の思考というのを使って、物事の、法則というのを導き出していくという考え方でしたけれども、その経験論や合理論、その両方を批判した上で統合を試みたのがカントだったわけですけど、なぜこの2つを批判したのかというのを後で見ていきたいと思います。もう一つは、どのようにすれば人として最高の目的、人の目的って何ですかっていうと、普通はその幸せになることっていうふうに答えるわけですけど、カントは実は幸せになることを人生の目的っていうふうに捉えなかったんですね。彼の人生の目的、後で確認していきますけど、どうすれば人として最高の目的を達することができるのかということを一緒に学んでいきたいというふうに思います。あくまでもこれはカントの意見ですね。カントが考える人として最高の目的っていうのを確認していきたいと思います。でこのカントと、次回やるヘーゲルですね。カントとヘーゲル、この2人が、まあ、西洋哲学の、まあ、2大巨人というか、もう一番今でもあの哲学を学ぶ上でですね、哲学者たちが必ず、勉強する2人と言っても過言ではない、まさにその哲学界の、まあ、歴代の偉人でもあり、2大巨頭なんですね。カント、それから後から出てくるヘーゲル。でこのヘーゲルが結局その西洋哲学を大成した人物ということになるわけですけど、その一人前のカントっていう人も非常に大きな影響を与えて、なおかつ今でもやっぱりカントの理論というのは学ばれているわけです。ということで、カントですね、ドイツの人ですけれども、精神界における市民革命を起こしたということで、どういうことかっていうと、そのイギリスだったらですね、政教徒革命、名誉革命、特に政教徒革命っていうのは実際人と人が殺し合いをしているわけですね。いわゆる物理界、肉体界においての市民革命っていうのがイギリスでは起きているわけです。でもしくはフランスであれば、あのフランス革命ですね。やっぱりこれはフランス国民が、フランス国民と、殺し合いをしているわけですね。結果的にルイ16世を、処刑するっていうような形になったわけですけど、普通市民革命って言ったら、その人と人が殺し合うことでの物理界での市民革命、肉体同士の市民革命っていうのがあったわけですけど、ドイツでは、その肉体同士とか物理界での市民革命ではなく、精神界、要するにその頭脳、思想におけるその革命っていうのを起こしていったわけですね。その一番の代表的な人物っていうのはカントになります。でドイツ関連論ということで、関連論って何ですかって言ったら、まあ、簡単に言ったらあの理想主義ですね。一番こういう状態がその考えうる最高の状態であるっていう、その理想を追求する理論のことを関連論って言っていますけど、ドイツ関連論を、始めた人ですね。でこのドイツ関連論を体制するのが、あの次出てくるヘーゲルになります。で関連論で、理想を追求したわけですけど、経験論と合理論との、批判的統合を試みた、両方を批判した上で、それを、さらにいい理論に、まとめ上げようというふうにしたわけですね。でちょっと経験論と合理論というのを簡単に、確認したいと思うんですけど、復習ですね。まあ、始めたのはベーコンでしたね。それと、合理論。デカルトが始めたわけですけど、経験論っていうのはとにかく過去の常識っていうのにとらわれないで、特に西洋圏だったらキリスト教の宗教、それから過去の歴史上の出来事にとらわれずに、自分が実際に実験して観察した結果っていうのをもとに、法則っていうのを見出していこうという考え方でした。なのでその過去の常識にとらわれない、キリスト教の教えにとらわれない、過去の歴史にとらわれずに、とにかく自分で実際何かをやってみて経験し観察して経験から導き出されるものを法則化していくっていうのが、このベーコンが始めた経験論でしたね。
なのでいい意味でその過去の常識にとらわれないっていうところがいいところだったわけです。もう一回最初から人間がこう実験し直してもう一回新しく法則化をしていくという考え方でした。でマイナス面としてはやっぱりその絶対じゃないんですね。人間がやる実験結果っていうのは、一つはそのサンプル数がやっぱり無限ではないので、例えば A さんは92歳で死にました、 B さんは98歳で死にました、 C さんは91歳でした、 Z さんは95歳でしたっていう、サンプルの実験データが出た時に、あ、じゃあ人っていうのは100歳までに死ぬっていう法則を、導き出したりするわけですけど、たった一人100歳を超えて生きるような人が出たら、まあ、一気にこの経験論で積み上げてきた、法則っていうのはガラガラガラって、崩れちゃうわけですね。だから人間がやる経験っていうのは、実験なり観察っていうのはやっぱりその実験データに限りがあるので、全てを網羅することができず、せっかく法則を導き出したんだけれども、それが 100% 正しいかどうかっていうことは実は言えないという弱点を持ってたわけです。かなりの確率では当たるんですけれども、でも一つ例外のデータが出た瞬間にその導き出した新しい法則っていうのがダメになってしまうというマイナス面も持ってたわけですね。でデカルトが始めた合理論っていうのは、その実験データとかその観察っていうものさえも否定して、とにかく自分の頭っていうのでこう推論していくっていう考え方だったんですね。でデカルトは我思うゆえに我ありということで、全部否定して、そのもちろん過去の歴史とか宗教とか常識も否定するんだけれども、自分の感覚、例えばこれが触ることができるとか叩くことができるとか、そういう肉体とか全ての感覚も否定したら、最後に残るのは精神界思考の状態の今考えている、今疑っているというその精神的な何者かだけが残る。なのでその精神的な何者かから、それが絶対的に存在すると言えるから、そこからこう推測して推測して推測してごめんなさい、導き出されるものだけを正しい法則としていこうというのが、そのデカルトの合理論だったわけですね。でこの両方がそれぞれあったわけです。一方は自分の感覚っていうものを当てにして、観察と実験データっていうものを重視している。もう一つはそれさえも重視せずに、とにかく自分の思考考えから推測していくことだけを重視していくという立場です。でこっちの方は逆に経験論が持っている強みを持ってないわけですね。こっちはもう完全に独断なわけですよ。その人がそういうふうに推測したっていうことしか言えないので、客観的なデータとか客観的な証拠っていうのは弱いわけですね。なので両方ともメリットがありながら、両方とも弱みも持っていたっていうのがこの2つだったわけですけど、カントはその経験論も否定、合理論も否定したわけです。経験論だと、例外が出た時に対処ができないし、対処ができないということは 100% 正しいものを導き出すということができないと。で合理論の方はとにかく推測なので、結局その人がどういうふうに推測したかっていうことにすごく左右されちゃうから、独断だというふうに言ってるわけです。だから両方を批判したわけです。その上でやっぱり両方ともメリットっていうのを持ってるわけなので、理論としての強みを持ってるわけなので、それをなんとかこう統合しようとしたわけですね。そうした時に、その経験論合理論が言っている知識の中身ではなく、その言ってることが全て間違ってるっていうわけではなく、その基盤、その経験論を導き出す基盤、それから合理論を導き出す基盤、大元を批判したわけです。その大元って何ですかって言ったら、人間の認識能力ですね。結局実験して観察するのも人間だし、推測推論をするのも人間だから、人間そのものが認識している、その認識する能力、例えば目から情報を入れてっていう、その認識する力そのものをもう一回見つめた方がいいんじゃないのというふうに言ってるわけです。人間が実験をする、人間が推測する、じゃあその人間の認識能力そのものは光を当てなくて大丈夫なのと、すごく曖昧なものを参考にしてませんかというふうに言ったわけですね。で認識能力が及ぶ範囲を明らかにしようとしたわけです。で普通はですね、このカントより前は、普通はその
外界の情報が自分に入ってきたらそれをそのまま鏡のように正確に認識しているっていうふうに思ってたんですね。カント以前は結局外界の情報を人が正確に認識できているというふうに思ってたわけです。で、これは鏡だというふうに捉えてたわけです。外の情報があって外から刺激があったら人っていうのはその情報を正確に鏡のように認識できているというふうに捉えてたわけですね。それであれば経験論っていうのはすごくこう理屈が合うわけですよ。外の情報を正確に人が認識することができている、鏡のように映し取っているっていうことができているのであれば、かなりの確率で実験データっていうのは参考になるわけですけど、カントはこれを否定したわけですね。カントはそうじゃなくて、人っていうのは外から情報が入ってくるんだけど、これは鏡のようには映し出さないと。その人が認識できるのはその人が持ってる経験によるって言ったんですね。つまりその人が経験できている範囲しかその人は認識することができないと。その外の情報をそのまんま鏡のように受け取ることができずに、その人が過去どういう経験をしているのか、どういう知識を持っているのかによってその外からの情報、外からの刺激っていうのの受け取り方が違うんだというふうに言ったわけです。で、結局この外から刺激があっても、その人がその人が持っている知識や経験によって別の認識っていうのをこう発表するっていう感じですね。なので、例えば自動販売機があって100円を入れたらジュースが出てくるみたいな感じで、外から認識が入ってくるんだけど、情報が入ってくるんだけど、ここで変換されてしまうわけですね。つまりこれ人です。人によって変換されてしまう、人によって変換されてしまうので、100円が100円としてこう外に発信されるわけではなくて、100円が入るんだけど、人はその人が持っている知識経験によってその情報を変換してしまうので、結果的に違うものが出てきてしまうんだと。だからこの経験論みたいに、実験して観察したデータをそのまま使っても、この人自身が人っていうのが仲介しているために、その実験データっていうのが 100% 絶対に合ってるっていうふうに言えないんだというふうに言ってるわけです。だから今までだったら認識が対象に従うということで、この外の対象がそのまま映し出されるから、こっちの方が主役でこっちは従だと、従う方だと。つまりこっちはそのまま映し出されるものだっていうふうにみんな思ってたわけですけど、カントはそれじゃなくて、実は人の認識が新しいものを生み出しちゃうんだと。対象ですね、目に見えてる対象が認識に従ってしまうと。つまりその人が例えばジュースっていうものを新しく変換して出してしまうから、その対象ですね、100円とかジュースっていう対象はその人に、人っていうそのものに従ってしまう、人に寄ってしまうっていうふうに言ったわけです。それをコペルニクス的展開っていうふうに言ったわけですね。コペルニクスっていう人はその天動説を地動説に、最初に言った人ですよね。地球が止まっていて太陽が回っているっていう天動説じゃなくて、それに対して疑問を持って、逆に太陽が固定で地球が回っているっていうふうに天動説と地動説っていうのを180度ひっくり返したわけですけど、あのコペルニクスっていう人物の名前を使って、そういう言い方をしたわけです。その認識が対象に従う、その外からどういう情報が入ってくるかによってその人がどういうふうに認識しているかっていう、こっちが主役でこっちが従うっていう状態だったんだけれども、実際はその出てくる情報っていうのはその人の認識によるんだと。で、この人が変換して新しい認識っていうのを、対象、新しい対象物っていうのを生み出してしまう。
100円なんだけど、この人によってジュースに変換されてしまうんだよっていうことを言ってるわけですね。でこれは現代の、最先端の科学でもその通りで、私たちが認識できている宇宙っていうのはほんのほんのほんの一部に過ぎないんですよね。実際その人によって同じものを見ても別のものが見えてるわけです。だからすごい大量の情報が自分の中にこう入ってくるわけですけど、実際はその人によって見えてる状態っていうのが違うわけですね。まあ、これはよく例え話で、妊婦になると街中に妊婦が増えるっていう言い方をしてるんですけど、本当はですね、街中に妊婦さんっていうのはしょっちゅう歩いてるわけですよ。妊娠した女性ですね、妊娠した女性、妊婦さんっていうのは歩いてるんだけど、みんなその別に一人一人他人に注目してないから妊婦さんの存在に気づけないわけですね。でも実際自分が妊婦になると、自分が妊婦になったから妊婦さんっていうのに対して認識が立つわけですよ。そうすると実はたくさん妊婦さんが街中にいたっていうのが見えるようになってきたっていうことなんですね。なので私たちっていうのはその目に見えてるものをそのままきれいに鏡のように全部映し取って、吸収できてるわけじゃなく、本当に自分にとって都合がいい情報だけを、脳が認識できてるっていう意味では、実はカントが言ってることは正しかったわけですね。ただカントが言ったのは、知識経験によるって言ったんですけど、今の最先端で言えばそれプラス重要度ですね。その人が重要だと思っているものも実は情報として拾うことができる。だからその人の知識、その人の経験、あと重要度、例えばその人にとって夢っていうのがあるのであれば、夢っていうのは自分にとって重要度が高いから、夢の実現に直結するような情報っていうのは実はその人は拾うことができるんですけど、カントはまあそこまでは言わなかったんですね。カントが言ったのは、その人が持ってる知識経験によって拾える情報が違うし、変換されて外にアウトプットされる、情報発信されるっていうところまではカントが言ったわけです。はい、そして人間が理性の命令、道徳法則に従おうとする事実に意思の自由が示されているということで、ちょっとこの辺からかなり、まあ、哲学的になってくるんですけど、これは自由に関することですね。自由っていうのは、普通はですよ、普通は個人がいて、その外から束縛されない状態を自由っていうふうにイメージするわけですね。で、外から束縛されないから、この人が好きなことが好きなようにやれる、これを自由だっていうふうに普通は考えてるわけですね。まあ、カント以前もそうですし、実際現代でも、カントとかを勉強してなければ自由って言ったら普通はそういうイメージだと思うんですよ。その周りの煩わしい人間関係から解放されていて、その人が自分の好きなことを好きなようにやれるっていう状態を自由だっていうふうに普通は思います。常識、それはカント以前もそうでしたし、現代でも自由って言って普通の人がイメージする自由っていうのはそういう状態です。だから自分の欲求に素直に従える、自分がやりたいっていう欲求ですね、やりたいっていう欲求に、ね、素直に従える状態、これしたいこれしたいこれしたいっていう欲求に素直に従える状態を自由、そのためには周りの煩わしい人間関係に左右されない状態、つまり その人が自由っていうのは外に影響があったわけです。外の影響で、例えばこの人たちからすごくたくさん影響を受けてて、自分がやりたいことがやれない、つまり欲求を抑えないといけないと自由じゃないけど、逆にこの人たちの煩わしい人間関係から解放されて、自分がやりたい子好きなことを好きなようにできる、欲求に従うことができるっていう状態だと自由だ
っていうふうに普通は考えてた。カント以前はもちろんですけど、現代でも自由っていうふうに言えば普通はそういうふうに考えるわけです。ところがカントは違うんですね。カントはこれは自由じゃないって言ってるんですよ。つまりなんでかっていうと、これは人が欲求に従ってるって言ってるんですね。だからカントが言う自由っていうのは外の人間には関係ないんですよ。そのカントはその内面、自由っていうのは内面だけの問題で、その外の人がどれぐらい関わってるか関わってないかっていうのは全然関係がなく、その人自身が自分の内にある道徳方して道徳に従っているかどうか、つまり欲求に従っている状態はカントが言うには自由じゃないんですね。カントが言うには自由じゃないんですよ。カントが言う自由っていうのは道徳に従えているかどうか。その道徳も内なる道徳ですね。自分の内から湧き上がってくる道徳に従えているかどうかで、その人が自分の内から湧き上がってくる道徳、まあ良心って言ってもいいと思うんですけど、本当にその人にとってのいい心ですね。その内なる道徳に従えて行動できてるんだったらその人は自由なんですね。で、欲求、何々したい何々したい何々したいっていう欲求に従って生きてるっていうことは、それは欲求に要するに従っている、欲求に従属させられてるから、それは自由じゃないんだと。カントが言う自由っていうのは欲求じゃなくて良心とか、まあ、内なる道徳に従えているか。外からの道徳っていうのは義務とか強制ですよね。誰かから命じられた道徳っていうのは何々しなければならないっていうことで、やりたくないっていう義務とかものなんですけど、そうじゃなくて内から湧き上がってくる道徳、自分の良心に従えている状態だったらその人は自由です。だけど単にやりたいことしたいことっていうのを好き放題やってるっていうのは、その欲求のに支配されてるわけだから、その人は自由じゃないというふうに、まあ、カントは言ってるわけです。なので人間が理性の命令、道徳法則に従おうとする事実に意思の自由、要するに意思が感情をコントロールできている状態ですね。感情っていう暴れ馬を意思がコントロールできて、自分が自身が内なる道徳に従った生き方っていうのができるようになっている状態を自由っていうふうに言ったわけです。そして意思が自らの理性の命令、つまり道徳ですね、内から湧き上がってくる道徳に従う意思の自立、自分を律する力ですね、意思の自立、意思で自分を律していく、特に感情っていう暴れ馬をコントロールできるような状態へと自由 を自由と内面化して捉えようとした。普通自由っていうのは外にしがらみがない状態を自由っていうふうに捉えますけど、カントの場合は心の内面に自由があるないっていうふうに答えて考えていて、その人が自分の良心とか内なる湧き上がってくる道徳に従えて行動できている状態の時にその人は自由だっていうふうに言ったわけですね。まあ、この辺がやっぱり理想主義っていう感じがしますよね。ちょっと最後にもう一回やりたいと思うんですけど、まあ、すごくもう言ってることはもうめちゃくちゃ綺麗なんですよね。だからまあ理想主義なんですけど、でこの世で無条件に善とみなしうるものはいい動機、すなわち善意志のみであるということで動機説っていう、ね、のを提唱しています。これも今から説明します。人間性を常に同時に目的として取り扱い、決して単に手段として、手段としてのみ取り扱うことのないように行動せよと。ということで、これどういうことかっていうとですね、Thank you.
はこっちを善っていうふうに考えるんですね。そのどういう動機であったとしても、それをやった結果がいい結果かどうかっていうふうにこう目に見える結果を重視するわけですけど、カントの場合はこのやろうとしていることが善かどうか、やるための動機、その最初のスタート地点が善かどうかっていうのをすごく重要視しているわけです。なのでちょっと具体例を出しますけど、例えばこっちがカントですね。こっちがカントです、動機が善っていうのを重視しているのがカントなんですね。でこっちの方が、まあ、そのカント以前の考え方だったわけですけど、じゃあ具体的にどういうことが考えられるかっていうと、例えばですよ、例えば、そうですね、すごく悪い人がいて、その目の前を歩いている人の財布を盗もうとしたするじゃないですか。財布を盗もうとしたとしますよね。でそれで、歩いていってこう財布を盗もうとしてドンって肩をぶつけて、こう相手がちょっとこうよろって道からそれたとしますよね。でその時に実はその足元に落ちているあの石ころにつまずかずに怪我をしないで済んだとします。例えばその2人の人が歩いていて、この人がこの人にぶつかったと。でこれなんでぶつかったかって言ったら、この人が持ってる財布を盗もうとしたわけです。つまり動機は悪なんですよ。動機は悪なんです。悪なんだけど、結局この人にぶつかったらこの人がこっちの方に、避けて、目の前に落ちてる石ころにつまずかずに、怪我をしないで済んだというふうにしますよね。そしたら結果往来なわけですよ。この人は本当は怪我する予定だったのに怪我をしないで済んだんですね。この人が、ぶつかってこの人をこう道の、脇に避けてくれたから、この人はこの人のおかげで怪我をしないで済んだわけですよ。だから結果往来なんですよね。だから結局この人はもしかしたらいいことをしたように見えるんだけど、それは善じゃないよねって。結果的に善だったかもしれないけれども、この人は明らかにその財布を盗もうという形でこの人にぶつかったわけで、やろうとしてる動機が善じゃないわけですよ。悪なんですよね。悪なんだけど、やった結果結果往来で善になったっていうのをカントは認めなかったわけです。こういったのをカントは認めてないんですね。逆に行為の動機が善であったならば、仮に結果が悪かったとしても、そっちの方が道徳的に OK だというふうに言ったわけですね。つまりそのやろうとして、いや、その人が 100% それは相手のためになると、善だというふうに思ってやった。でも結果的に例えば余計なお世話だったとか、おせっかいは焼いてしまったとか、かえってその結果が悪くなってしまったとしてもですよ、してもその人は 100% 自分の心の内から湧き上がってくる善の気持ちでやったんだから、それは OK だというふうに言ってるわけです。なのでこの世で無条件に善とみなしうるのはいい動機ですね。やろうとした時にその人は相手に迷惑をかけようとか、おせっかいでしようっていうんじゃなくて、絶対に自分としてはそれが相手のためになると、善だというふうに思った上でやったんだったら、それは善だと、すなわち善意志のみであると、動機っていうこっちを重視してるわけですね。結果的に相手にとっては迷惑だったかもしれない、結果的には相手にとってはおせっかいだったかもしれない、だけどこの人は間違いなく善を行おうとした、その善、動機が善だったらそれは善だというふうに言ったんですね。まあ、哲学っていうのは真善美の追求っていうふうにギリシャ時代から、もうソクラテス、プラトンの時代から言っていて、これはもう、ギリシャ時代のソクラテス、プラトンの時代から真善美と、哲学というのは真善美の追求なんですね。その善というのを、カントは問題にしています。この結果往来的な善というのは、この人が仮に悪の動機だったとしても結果往来で善ということは起きうるから、そういったのは認めないと、そういったのは善じゃないんだと。善というのは仮に結果が悪かったとしても、その人の動機が善であればそれは善なんだということを、まあ、カントは言っています。そして、人としての最高の目的、普通はですね、幸せになることっていうふうに言うんですよ。人は何のために生まれてきたんですかと、それは幸せになるためだよっていうふうに言うんですけど、カントは違うんですね。カントは最高の目的は幸福ではなく、
幸福を受けるに値する人格の完成で人格主義、だなので徹頭徹尾、道徳主義者であり、理想主義者なんですね。その人が幸せかどうかっていうことよりも、その幸せになるにふさわしい道徳性を兼ね備えた人、人格の磨かれた人になっていくことそのものが最高の目的だっていうふうに言ってるわけです。ということで、カントをやってきましたが、最初の問いに答えていきたいと思います。はい、なぜカントは経験の言語理論を批判したのかということで、その、知識の内容ではなく、その基盤になっている経験論が言っている知識そのものが絶対的に間違っているとか、合理論が言っていることが全て間違っているとかっていうことではなく、その元にしているものがおかしいというふうに言ったわけですね。どんなに経験を重視したとしても、その観察とか実験の結果を重視したとしても、それを認識している人間の能力自体は大丈夫ですかっていうふうに言ってるわけです。でどのようにすれば人として最高の目的を達することができるかって言ったら、それは幸福を受けるに値する人格の完成によってということで、とにかく全動機で生きるということですね。これはやるって言った時に、それがもう 100% 自分にとっていい結果が得られるからやるとか、自分にとって不利益だからやらないっていうことではなくて、それをやった方がいいというその善っていう気持ち、善なる動機に基づいて行動していく、そしてその内なる道徳、まあ良心ですよね、いい心に常に従って行動できる人、そうするとどん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 人格っていうのが完成していくので、最終的にその磨かれた人格によって、まあ、あの人だったら幸福になっていいよねというような人になっていくことそのものをカントは最高の目的というふうに言ったわけです。なので最初に言ったんですけど、カントはとにかくその精神界における市民革命ということで、こう理想主義なんですね。頭でとにかく考えている部分があります。でこの理想というのは確かにこの後の時代にすごく大きな影響を与えて、国際連盟、世界の平和とを守るっていう国際連盟だったり、その後の国際連合を作るっていうような形につながっていったりですね、その哲学っていうのに関してのそのカントとヘーゲルっていうのは二大巨頭として今でも偉人として言われているわけですが、その後のカントの後のヘーゲルというのはこのカントを批判するんですね。なんでかっていうと、やっぱりですね、理想主義なんですよ。で、もうとにかくその私たちにとっては理想と現実ってやっぱり両方あるんですね。で、カントはそのとにかくその内なる自由っていうのをすごく重視していて、結局その人が意思の力で感情を完全にコントロールできて、どんな時でも自分がその善なる道徳、善なる道徳的な行動ができるようになるっていうことを言ったわけですけど、確かにそれができるようになったらもう本当に素晴らしい地球だし世界になってるのは間違いないんですけど、でも現に
彼が死んでから百何十年間紛争っていうのは常に起こり続けているわけですし、あの世界中が対立を続けているわけで、あのやっぱ現実からかなり実際は乖離している。最終的にはこういうふうに向かっていくんでしょうけど、人間のその感情の力っていうのはそんなに甘いものじゃない。あの人の欲求とか欲望っていうのをじゃあ、やっぱ道徳が大事だよねっていうことでそれにが、腑に落ちて、それを実践できるって言った人は、まあ、歴史上何人いたんだろうっていう、もう名前を挙げるぐらい少ないわけですよね。過去何十億人っていう人の中でガンディーとマザーテレサとっていう、もう本当に数えるぐらいの人しか出てないわけですよ。超偉人的な生活っていうことなんですよね。現実からすごい乖離してるわけですよ。実際はもっとみんな欲望まみれだし、仏教で言えば煩悩まみれだし、あのそんなに自分の意志の力が強いわけでもなく、意志の力で感情をコントロールできるわけでもなく、いつも自分にとってその善っていう、そう、自分にとって結果がいいか悪いかっていうのは置いといて、その行為そのものを善っていう動機で行える人っていうのはもうほぼほぼ 99.99999% いないわけですよね。やっぱりみんな感情で動いてるし、やっぱり欲求とか欲望っていうのがあるし、またその欲求欲望があるから、科学技術が発展していってるっていう部分もあるわけですね。だからまあカントの場合はもう理論的には綺麗すぎて、あのなんか付け入る隙がないって感じなんですけど、やっぱり理想主義なんですね。で、理想主義は実現できないから無意味だっていうわけではないんですけど、そっちをこう目指していった方がいいんでしょうけど、ちょっとやっぱりこの現実と理想っていう対極からするともうこっち圧倒的にこっちに偏りすぎてて、現実からかなり離れている。実際国際連盟っていうのが作られたとしても第二次世界大戦は止められなかったわけですよね。で、国際連合というのは今存在してますけど、じゃあ世界中の紛争を止める力があるかって言ったらもう全くない、形式上の、ものになってしまってるわけですよ。有名無実化してしまってるわけですよね。で、それ何なのかって言ったらやっぱり人間の煩悩、人間の欲求というのはすごいわけですよね。それはやっぱり理論ではなかなか抑えることができないわけです。だからカントは結局その内なる自由っていうのをすごく重視して、内なる自由、しかも自由っていうのはその欲求欲望まみれに生きる自由ではなくて、自分の内から湧き上がってくる道徳、良心に従えて完全にその感情をコントロールして、善なる意志、善なる動機で動けるような状態っていうのになっていれば、その人は自由だっていうふうに言ったわけですけど、まあ、そんなに甘くないわけですね。なのでヘーゲルはそのカントを批判して、その内にその内面の自由、良心の自由、内面の自由っていうのに偏りすぎてるっていうことでカントを批判した上で、現実論としてその社会の仕組み、国家をどうするとか、そういう法律をどうするとかっていったところをまで展開して、その内カントの内面の自由に外の、システム規律、こういったものを、言うことでヘーゲルがこの観念論なり西洋哲学っていうのを体制していくという流れになります。はい、それでは今回はカントの、講義を見てもらいました。今回の動画、講義を視聴してくれてありがとうございます。白坂慎太郎でした。それではまた。